思うままに旅する旅トーカ、福原君江。上高地平湯温泉の旅、雨の上高地をおしゃれにトレッキング、話題のカッパの昼飯を食す。本日は雨模様の平湯温泉です。さあ今日はこちらから上高地へ向かいます。平湯温泉バスターミナルはこんな感じ。こちらから上高地や白川郷、飛騨高山へ行くバスが出ています。今日は上高地でトレッキングを楽しみます。私はかなりワクワクしておりました。さあ上高地トレッキングを楽しむぞ。さて大正池のバスターミナルで降りて大正池に到着いたしました。雨が降っております。こちら大正池は焼け岳の噴火により一夜にして姿を現した池と言われています。晴れた日の夜は天の川も見れるそうですよ。上高地トレッキングコースはこんな感じ。今回は大正池からスタートして古池を越えた梓川あたりまで楽しんじゃいます。のんびり歩いて往復4時間くらいらしい。雨の中でもおしゃれにトレッキングするべく旧のレインコートとリュックはモンベルのストライダーパック30リットルレインカバー付きで挑みます。さあ楽しいトレッキングの始まり始まり、どんな大冒険が待ち受けているのか楽しみです。さて田代池に到着いたしました。田代池は原生林の中にぽっかり空いた湿原に広がる池で、静寂と神秘に満ちた箱庭のような場所です。池の中にはいくつかの島があり、水田地帯のような穏やかな風景が広がります。日本アルプス上高地を世界に称賛し、楽しみとしての登山を広めた日本近代登山の父ウォルター・ウェストンも上高地を離れる日の最後に田代池に訪れてこんな言葉を残しています。早朝すがすがしく澄み切った中を私たちはしょんぼりと梓川谷を下っていき、人影のない田代の池を通り過ぎた。鏡のような沼もは穂高の灰色の断崖と輝く雪を静かに映していた。クマベルです。穂高の山並みを眺めるには田代池あたりが最も適した場所と言われていて、ウェストンもそう感じていたのかもしれませんね。さあさらに進んじゃいますよ。コロンビアのトレッキングシューズとレインコート、リュックのレインカバーのおかげでかなり雨の中でも楽しんじゃってます。上高地は小学生の頃初めて訪れて、またここに必ず来たいと思った場所で、自然の美しさに感動したのを覚えています。当時あまり元気がない子供だった私が心揺さぶられた思い出の場所、また来ることができて本当に嬉しい。川も綺麗でついつい手を入れたくなります。すごい冷たい。大自然のパワーを吸収しましょう。さてかっぱ橋に着きまして、寒くて小腹が減ったこともあり五千尺ホテルのカフェで一休み、マロンケーキ食べちゃった。温かいコーヒーもあーしみるね、生き返る。外は急に大荒れに荒れています。ちょうどカフェに入ったタイミングでよかった。雨のかっぱ橋も見えます。ほぼ人が歩いていません。そんな中、
いやー、室内でぬくぬくしちゃって申し訳ないね。風にあおられる人々を見つつ、ケーキとコーヒーをいただきます。いやー、寒そうだね。傘させないくらいの強風が吹いております。いやー、申し訳ないね。みんな頑張れ。そうこうしているうちに雨が止んだので出発です。さすが山の天気、すぐ変わります。今のうちに君へ行きます。岳沢湿原に行って、天気のせいか、先ほどのカフェで悪魔心がムクムクしたせいか、顔が真っ黒黒すけです。戻りました。さて、こちらのホテルではお楽しみの一つである話題のカッパの昼飯を買います。カッパの昼飯はこんな感じ。また後でゆっくり見せるね。岳沢湿原は岳沢より流れ出る筋と善六沢が合流するあたりに広がった小さな湿原です。六百山の眺めがひときわ見事な岳沢湿原上高地の自然が織りなす真の魅力に気づく場所です。さて、さらに歩いていくと梓川に架かる明神橋に到着しました。ちょっと晴れ間が見えてきましたよ。風が強い。ここ明神橋はかっぱ橋から梓川を1時間上流に歩いたところにある吊り橋です。明神橋から見る梓川は川底が深いのか青いと言われています。天気がいいと最高の景色が見られる、カメラマンにも人気なスポットです。明神橋を越えてさらに進みます。古池も越えたところで今日のメインイベント、ランチタイムを決行いたします。景色がいいので川のほとりで食べようということになり、川を渡っている時に誤って水に入ってしまい、靴が濡れました。やっちゃったね。でも負けません。靴を乾かしつつお弁当を広げます。わあ、美味しそうだね。カッパの昼飯だね。ドアップでご覧くださいませ。美味しいね。至福のひとときだね。いい景色を見ながら堪能しちゃいました。河原でお弁当最高だね。しばし上高地の山々を堪能しながら過ごしました。今回上高地をトレッキングしている時に、こんな風に元気にトレッキングできる状況に慣れてることに感謝だなと思いました。こういう場所に来れてるということ、こういう時間を一緒に楽しんでくれる人がいるということ、この美しい自然もあるのが当たり前と思ってはいけないなとすごく思いました。後悔しないように一緒にいる人を大切にしながら、行きたい場所に行って心尽くせることをやって精一杯生きていきたいですね。ふと見ると木の根っこにキノコが生えていました。よく見ると切り株から新しい葉っぱが生えてる木で、なんか今にもやーなんて言いながら動き出しそうな可愛らしさがありました。ツヤツヤしたキノコが美味しそう。注意、道端のキノコは安易に食べないでね。この美しい自然がいつまでも残りますように。皆さんもぜひ晴れの時でも雨の時でも楽しめるように、素敵なファッションと活用的なリュックとトレッキングシューズを準備して上高地に来てみてくださいね。わー、晴れてきましたね。ではここら辺で上高地の歴史にも触れたいと思います。
上高地は穂高御事という神様が祀られている神々しい山々がそびえ立つ場所です。穂高御事は別名写し日仮名作御事とも言われ、初代天皇である神武天皇の叔父にあたると言われています。神武天皇以前、筑紫の国に一大勢力を誇った和田摘一族がいち早く入植してきたあたりからその存在の話が発生しています。和田摘とは長崎県の対馬にある和田摘神社を本宮とする開運の神様ですが、その俗称として安住とも呼ばれ、古来日本海を渡って信州の地に入ってきたと言われています。その際に穂高くある地を治めたということで、穂高御事が祀られたのだろうと言われています。上高地の地にもこのような奥深い伝説があるんですねと昔に思いを馳せました。いやはや勉強になりますな。どうですか皆さん、ためになりましたかな。こういうことを知っておくとね、一段とこの旅が記憶に刻まれるんですよ。こういう山に開いてる穴も昔の人たちの修行の場所かもしれません。すごいね、景色良さそう。しばらく歩いてると野猿にも出会いました。ご飯の時間かな。親子で可愛らしく木の実か何かを食べていました。なんだか和むね。さらに帰路についていると、そこへオス猿が。勇ましいね。通り過ぎるときちょっとドキドキしちゃった。野生の猿をこんな近くで見たの初めてと思っていたら、なんと奥さんと子供も。動画にてご覧くださいませ。子供が可愛いね。上高地ではタイミングによっては野生の猿にも出会いますよ。可愛かったね。さて、そこしているうちに上高地のかっぱ橋近くのバスターミナルに到着しました。今回も楽しい旅でしたね。いろいろな出会いや気づきもありました。こちらはバスの待合室にありました。今度は晴れの日にも来たいね。上高地トレッキングいかがでしたでしょうか。豊かな自然と神々しい山々、心地よい時間を楽しめること間違いなし。ぜひ皆さんも行ってみてくださいね。弾き語り動画なども上げております。よかったら見てみてね。